ルヴァンカップは2024年に開催方式を大きく変更。これまでおおむね J1 に所属するクラブのみで争われていましたが、 J1、J2、J3 の全60クラブが参加する大会になりました。また1回戦からトーナメントで行われ、原則カテゴリーが下のクラブのホームゲームとして開催されます。そのため J3 クラブが J1 クラブをホームに迎えての対戦が12カードも実現し、会場や地域は盛り上がりを見せました。今回はその様子をお届けします。試合中のまさかの出来事などもまとめましたので、ぜひ最後まで楽しんでください。1回戦を PK 戦の末勝ち上がったバンラーレ八戸。2019年に J3 に参入した八戸は、天皇杯では名古屋や磐田など J1 クラブとの対戦経験はありますが、 J1 クラブを八戸に迎えるのは初めてです。チケット5000枚は発売3日で完売。チケット完売は JFL 時代の2016年スタジアムのこけら落とし試合以来8年ぶりです。さらに八戸市内のホテルは軒並み満室に。タクシーの予約も盛況で、ある会社は前日時点で約20件の予約が入ったとのこと。過去最多の来場者数を見込み、スタジアムグルメは通常の倍となる31店舗が出店。丼物を提供する店舗は通常の7倍以上の仕込みを行ったそうです。チームの前日練習で石崎監督は、勝ちに行くんだからな、憧れるのはやめようと聞き覚えのあるセリフで選手たちを奮起させました。そして試合当日、会場には鹿島サポーターが多数来場しましたが、八戸サポーターは鹿島の声量の大きさに驚きます。この日の入場者数は4844人。こけら落とし試合の5028人には届きませんでしたが、19年に J リーグ参入して以降の記録を大きく更新しました。試合は前半25分、八戸の音泉が敵陣深くでパスカットからキープ、さらに鹿島ディフェンダー2人の間を通すパスを見せます。それを受けた永田のクロスはブロックされますが、リフレクションを音泉が強烈シュート。キーパー早川がセーブするも、そのこぼれ球を柴田が詰め、八戸が先制しました。しかし後半37分、鹿島は安西のミドルシュートで追いつき、1対1で延長戦に突入。延長前半14分に鹿島の能野がこの日2枚目のイエローカードで退場となりましたが、延長後半に鹿島は知念がゴールし、これが決勝点に。八戸は鹿島相手に大健闘しましたが、惜しくも敗戦。ちなみに勝利していれば、3回戦の相手は青森山田の監督を長く務めた黒田監督が率いる FC 町田ゼルビアだったとのこと。実現すればさらに大きな話題になったと思われるだけに、残念な結果になりました。岩手グルージャ盛岡は1回戦で栃木 SC を下し、2回戦はセレッソ大阪との対戦になりました。試合1週間前には香川真司と清武博士の復帰が見込まれると報道。元日本代表の出場に期待が高まります。スタジアムの指定席や400台の有料駐車場は事前に完売。ただ駐車場が少ないためにチケット購入を迷う人もいたそうです。そして当日、試合前には折り鶴がモチーフの異色のマスコットキズールがセレッソのゴール裏に挨拶。サービス精神豊富なキズールにセレッソサポーターは喜んでいました。試合はセレッソはターンオーバーしたものの、事前報道通り香川がスターティングメンバーに名を連ね、清武も途中出場しました。前半を0対0で折り返すと、後半早々に岩手はクロスから元セレッソの徳良がヘディングシュート。しかしキーパーのヤンハンビンのビッグセーブに阻まれます。その直後、倒れたセレッソ北野のユニフォームのパンツがめくれると、カビゴンの柄が見えてしまいます。カビゴン見えとって草、可愛すぎる、スポンサーはカプコンなのにいいんかと話題に。商品が特定されると早速購入するファンも現れ、メーカーもここぞとばかりに宣伝していました。その後後半22分にセレッソが先制。岩手は果敢にゴールを狙うも同点ゴールは生まれず、1対0でセレッソ大阪が勝利。岩手もチャンスはありましたが、 J1 の壁に阻まれました。入場者数は2362人を記録。1週間前の平日ナイトゲームはわずか515人で、4倍以上の観客を集めました。ちなみに岩手は3日前もホームゲームで FC 大阪と対戦しましたが、この日の C 大阪のスコアボードをよく見ると、 C の隣が黒いテープで隠された跡が。サポーターが SNS に投稿すると、最近はそれを SDGs って言うらしいよ、もしガンバと試合することになったら C のところに白いテープで修正しそう、などの反応がありました。
ラバンツ北九州は FC 町田ゼルビアをホームに迎え、4221人が来場しました。試合は前半4分に町田が先制しますが、9分に北九州は若江が決めて追いつきます。しかし町田に勝ち越しを許し、2対1で町田が勝利しました。ちなみにゴールラインとスタンドの距離がわずか8メートルの三国ワールドスタジアム北九州ですが、北九州サポーターがゴールキーパーの谷に、ここでやったことあるようなお帰りと話しかけ、いいスタジアムだろと続けると、谷は町田にもこんなスタジアム欲しいですと返答。しかもこれは試合中とのこと。この様子を SNS でサポーターが公開すると、ほっこりするやん、なんだこのポカポカゴール裏はと話題になっていました。一方で町田のウォーミングアップ前の挨拶の様子が SNS で公開されましたが、町田ゴール裏にサポーターが数十人しかいないことから、普段の J3 と全く変わらないですよなどと厳しい声も飛んでいました。 FC 今治は前年 J1 王者のヴィッセル神戸と対戦。チケットは試合の1ヶ月前に完売を発表。これを受け立ち見席も販売されましたが、すぐに完売になります。観客数は5097人と発表され、平日ナイトゲームながら歴代3位の観客数を記録しました。試合は前半5分、今治がコーナーキックから市原が頭で合わせ先制します。しかし前半のうちに神戸に追いつかれてしまいました。後半今治は坂野がミドルシュートをポストに当てるなどチャンスはありましたが、スコアは動かず延長戦に突入。ただ延長前半、神戸が PK を獲得。キッカー佐々木は神戸でも共にプレーしたキーパー伊藤からゴールを奪い、神戸が勝ち越します。リードを許した今治は最後まで攻め、相手の倍近い10本のシュートを放ちましたが、同点弾は奪えず試合終了。ヴィッセル神戸が3回戦に駒を進めました。 FC 琉球は1回戦で J2 藤枝に勝利し、ガンバ大阪との対戦となりました。クラブは沖縄県内で初めて行われる J1 チームとの公式試合ということで、沖縄史上初の J3 対 J1 対決と謳い、歴史的な一戦を宣伝。未知の衝撃ということで、ハッシュタグ青黒船襲来、マイアミの奇跡などと並べたハッシュタグヒアゴンの奇跡、ガンバで13年プレーし今季加入した藤原を起用したハッシュタグ背景ガンバ大阪様、さらにガンバの選手の似顔絵も使ったハッシュタグガンバだよ県民集合と4種類のポスターを制作します。ネット上では、はしゃぎすぎだろ、遠足前の子供みたいで微笑ましいなどの声が上がりました。観客数は天気が悪く、那覇市街地から20キロ以上離れたスタジアムということもあり、5406人でしたが、過去5シーズンでは一番の観客数を記録しました。試合は琉球はおおむねレギュラーを起用し、藤原もスターティングメンバーに名を連ねます。ガンバはターンオーバーしたため、ポスターメンバーからは倉田のみがスタメンで、宇佐美、東口、黒川はメンバー外でした。前半はなかなかシュートに至るシーンが生まれなかったものの、前半43分に琉球がパス交換から、最後は富所が見事なミドルシュートを決めて先制。後半早々にガンバに同点に追いつかれましたが、後半31分、琉球はディフェンスからの縦パスに岩渕がワンタッチで裏へ出すと、うまく抜け出した白井春人が独走からゴールキーパーとの1対1を決め、勝ち越しに成功。このまま琉球はリードを守り試合終了。琉球がガンバを倒すハッシュタグヒアゴンの奇跡を成し遂げました。この勝利に藤原は笑顔でチームメイトと抱き合い、またジュニアユースから10年間ガンバでプレーし、この日の決勝点を決めた白井は涙が止まりませんでした。一方ガンバは近年天皇杯で下位カテゴリーに負けることが多く、波乱でも何でもないだろう、もう慣れたしショックでもないとネット上では厳しい声が飛んでいました。ガイナーレ鳥取は浦和レッズと対戦。天皇杯で J1 クラブとの対戦は過去5回ありましたが、すべてアウェー開催だったため、鳥取で J1 クラブとの対戦は初めてです。鳥取には現役時代は浦和で活躍した野人岡野 GM やレッズ出身の大城が在籍。また浦和には鳥取でプロ入りした井上が在籍するなど、縁のあるカードとなりました。一般発売前にチケットを購入するため、ガイナーレのクラブ会員となる浦和サポーターが現れるなど、チケット争奪戦が過熱。アウェー席1000席は一瞬で完売。天皇杯と異なりクラブの主催試合なので、貴重な入場料収入を手に入れました。また試合当日の飛行機は予約が埋まり始め、航空会社は座席数の多い大型機材に変更。さらに平日夜の開催のため、鳥取駅近郊のビジネスホテルは1ヶ月前にはほぼ満室に。
岡の GM は上のカテゴリーに上がればたくさんのサポーターが毎試合やってくる、浦和が来たらどんなことになるのか見てほしいと語っていました。当日鳥取駅や鳥取砂丘湖南空港では放送が特別仕様のお土産が陳列。鳥取砂丘には浦和サポーターが多数訪れたそうで、サウジ懐かしいなと思い出している人もいました。試合前には岡の GM が挨拶、ガイナーレ勝ちましょうの一言に浦和サポーターは大ブーイングで応えます。キックオフ直前、選手たちが円陣を組む中で浦和レッズのコールで選手たちを盛り立てると、鳥取の観客たちは感じたことのない声量に下を向いていた人が驚いて起き上がったり、怖っとリアクションしたり、思わず笑い出す人もいました。試合は浦和が前半早々に先制し大量5得点で勝利しましたが、鳥取も田中の豪快なゴールや松木のヘディングで2得点を挙げ意地を見せました。入場者数は7677人と発表。雨の中での試合でしたが、クラブ歴代5位、クラブが J3 に降格した2014年以降では一番の観客数となりました。試合後には浦和サポーターが岡野のチャントを歌い呼び出すと、野人岡野は走って浦和のゴール裏へ、野人ダッシュも披露します。トラメガを渡され、スナックで一緒に飲みましょうなどと挨拶しましたが、実際に岡野 GM に遭遇しスナック行きますと誘われ、ご馳走になった浦和サポーターもいたようで、一生の思い出になったことでしょう。AC 長野パルセイロは京都サンガをホームに迎え、3700人の観客を集めました。試合は前半に京都が2点リードしますが、長野が田中の速いクロスにサンダーのヘディングで合わせて1点返します。さらに後半39分、長野は西村がサイドに展開すると、右サイドの黒石がダイレクトボレーでゴールを突き刺し、同点で延長戦に突入。延長前半は京都が猛攻を仕掛けますが、ゴールを奪えず。そして延長後半4分、長野はコーナーキックに杉井が合わせて勝ち越すと、体を張った守備で守りきり、長野がジャイアントキリングを達成しました。ちなみに試合後に J リーグ公式が公開したスタッツで、なぜか京都のボール保持率が 120% と表記されてしまい、保持率の概念崩壊してて草、ボール2つ使った試合だったんだろうか、マイナス 20% でどうやって3点入れたんやろうなどのコメントが寄せられていました。YSCC 横浜は FC 東京と対戦。日発三沢球技場をホームとしながら J3 で観客動員再開争いを繰り広げていますが、この試合では通常の試合では使用しないバックスタンド席も開放し、クラブ史上最多の4083人が来場しました。試合は FC 東京が4対0で快勝、力の差が出る結果となりました。アスルクラロ沼津は北海道コンサドーレ札幌をホームに迎え、3455人が来場、今季ここまでの平均の2倍以上の観客数を集めました。沼津は前半に先制を許すも、後半9分、徳永のスルーパスに抜け出して赤塚ミカエルのゴールで追いつきます。しかし直後に札幌の小林に勝ち越しゴールを決められると、さらに小林の見事なループシュートで突き放され、沼津は1対3で敗れました。大宮アルディージャは名古屋グランパスとの対戦。 J1 でも何度も顔を合わせた両チーム、これで29回目の対戦ということもあってか、観客数は5467人で通常と変わらず、試合は名古屋がパトリックの2ゴールで勝利。大宮がターンオーバーしたこともあり、シュート数は18対2と一方的な展開に。試合後にはこの日古巣相手に出場した大宮のシュビル族が名古屋サポーターに挨拶、おなじみのポーズを見せると名古屋サポーターは沸いていました。松本山雅はアビスパ福岡と対戦。このカードも13回目と新鮮さはなく、観客数は3281人にとどまりました。試合は松本は前半シュート0本ながらオウンゴールで先制、後半福岡が追いつき、延長戦でも決着つかず PK 戦に突入。松本は2人が失敗したのに対し、福岡は4人全員が決め、福岡が3回戦に駒を進めています。奈良クラブはサンフレッチェ広島をホームに迎えましたが、観客数は悪天候もあってか2818人と通常よりは多いものの、劇的には増加せず。試合は広島が6対0と圧勝。奈良は後半に退場者を出し、厳しい戦いとなりました。カターレ富山は J2 の清水エスパルスと対戦。富山の左友社長はかつて清水でも社長を務めており、縁のあるチームとの対戦になりました。ただ雨の影響か観客数は3257人、今季最多ではありましたが前年平均を下回りました。試
試合は清水が相手の2倍の18本ものシュートを放つもゴールは奪えず、0対0で PK 戦に突入。8人目で高校清水はゴールキーパー沖がキッカーになりましたが外してしまい、富山が下克上を果たしています。かつて遠藤や今野などを擁しながらガンバ大阪が J2 に降格した時、ガンバをホームに迎えると観客が大幅に増え、ガンバのミックスと呼ばれました。浦和レッズや FC 東京、セレッソ大阪、名古屋グランパスなどが J2 に降格した時にも観客は増えましたが、今回ルヴァンのミックスと呼べるくらいの効果を発揮しました。天皇杯とは異なり、各クラブのホームゲームとして開催されるので、プロモーションにも力を入れ、地元メディアで取り上げられる機会も増え、その結果観客数も伸びたとされています。開催方式変更は J2、J3 の成長の起爆剤として活用することが目的でしたが、成功と言えるのではないでしょうか。一方で J2 と J3 の対戦が多かった1回戦は観客数が伸び悩みました。1回戦も水曜夜に原則 J3 のホームで開催され、隣県対決だった北九州と大分の対戦こそ4412人を集めましたが、7試合で1000人を下回っており、 J2 相手では集客効果がないことが明らかになっています。今回のルヴァンカップはどうでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。そして3回戦は5月22日に開催予定です。 J3 チームはカターレ富山対ヴィッセル神戸、 FC 琉球対セレッソ大阪、 AC 長野パルセイロ対北海道コンサドーレ札幌のカードが組まれています。さらなるジャイアントキリングは起こるでしょうか？それではまた。